そう。飛んでいけ。どこか。遠くへ。時期が迫ってる。次の戦士が選ばれるんだ。鎧の巨人の継承者が。今の俺にはわかる。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろう。うるさい。どうしてお前らは俺を死なせてくれないんだ。始祖ユミルの出現から今日に至るまで、どれほどの命が巨人に奪われたことでしょう。しかし近年、その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むあるものに奪われました。その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。